はいどうもぐっさんです。モンスターハンターライズやっていこうと思います。それではまずキャラメイクからやっていきます。スタートします。でこれで決定します。はい、名前は、いやまあ一応ね、じゃあグッサンで。お供ガルグの設定、これで決定。お供ガルグの作成を完了します。はい、名前何にしよう。ハヤテで決定します。次お供アイル、じゃあこれで決定。名前を何にするかだな。はやぶさで。これで OK ですね。じゃあセーブデータ作成します。おお、かっこいい。じゃあゲーム始めます。あ、始まっちゃった。渋い、渋いぞ。お、誰が来た。美人さんが二人。気づかれてしまったわ、ミノト。無念です、日の絵姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも指折りの強者。双子さんですかね。私たちは修行不足のようです。え、勝手に入ってきちゃダメ。嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。いや、それでも勝手に入っちゃダメだろ。佐藤さんがあなた様をお呼びです。お呼びですか。自宅が済んだら出発いたしましょう。うん、そっくりだね。お、可愛くできてる。歴戦の武人感すごいな。いやまあブランクあるんで初心者みたいなもんなんですけどね。参りますよ。和風でいいですね。ありがとうございました。餅つき。おお。マグロ？製鉄かなんかかな。おお、佐藤さん、お連れしました。おお、日の絵、ミノト、ご苦労。たった今、フミが届いたぞ。近々百竜夜行が起こるそうだ。百竜夜行、何ですかそれ。ついに始まってしまうのですね。うん、50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。そんなにひどいことは。あなたの
スター、すなわち百竜。その大襲来、すなわち夜行。原因不明の災いに、カムラの里、存亡の危機。おお、ピンチ。近いうちに、砦で遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たち、カムラの民が日々修行を重ねてきたのは、まさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。準備。なんかあるんですね。ん？頼もしい限り。さてグッサンよ、百竜夜行の件で話がそれてしまったが、本題はここからだ。今朝ハンターズギルドから連絡があってな、グッサンをハンターとして認めるとのことだ。起源万丈、滝き炎のごとく狩り場をかけ、里の誇りと称えられる英雄を目指せ。佐藤さん、百竜夜行のことを里のみんなに伝えてまいりました。うむ、ご苦労。あっぱれです。ところでグッサンさん、あ、グッサンさんってついちゃうのね。念願のハンターに認められたのこと、まことにあっぱれです。ただしハンターとしてクエストを受けられるのはギルドへの登録が終わってからになります。そのためには集会所にいるギルドマネージャー五穀様のところへ行かねばならないのですが、その前に少しばかり私の買い物に付き合ってくださいな。ハンターとして狩りを行うのであれば、里のみんなの協力が欠かせません。挨拶も兼ねて一回りいたしましょう。それでは私についてきてくださいませ。まずはあちら。素顔は誰も知らない謎多き行商人、雑貨屋のかげろうさんのところへ参りましょう。Lスティックを動かすとプレイヤーの移動ができます。これは基本ですね。チュートリアル終了。動く。ダッシュ。話しかけていいのかな、雑貨屋さん。はい。備えあれば憂いなしでございます。おや、グッサン殿、グッサンってつけるべきではなかったのか。ついにギルドに認められたと聞きましたよ。いや、実にめでたいことです。こちらでは傷を癒すお薬をはじめ、狩猟に役立つ様々な道具を取り揃えております。折を見て品物を増やしておきます参りますので、今後ともどうぞご贔屓に。ハンター特別価格でご奉仕しますよ。かげろうさんのお店ではたまに半額セールが開催されているのはご存知ですよね。私などは買いたい品物があってもまずは我慢、セールが始まる日をじっと狙い続けるようにしています。時折日の江殿の鋭い視線が感じる時がありましたが、そういうことでしたか。ではかげろうさん、取り置きしていた品物を。かしこまりました。荷物になりますので後でまとめてお届けしましょう。お次は、これで雑貨類は完了と。さてお次は、頑固一徹、武具はお任せ、加工屋のハモンさんのところへ参りましょう。Rスティックでカメラを動かし周囲の様子を確認できます。Lを軽く押すとカメラの位置をリセットします。これもよくあるやつ。よくあるっていうか前から変わらないのね。加工屋さん。なんだ。日の江か、見ての通りお主が伝えた百竜夜行の備えで忙しい。まあまあハモンさん、これからお伝えするのは吉報ですよ。聞いてくださいな。グッサンさんがハンターズギルドに認められたのです。久方ぶりにこのカムラの里に心強いハンターが誕生しますよ。ふむ、ならばグッサンよ、祝儀代わりに伝えておこう。ここで扱っておる武具は
狩猟には決して欠かすことのできないハンターの魂だ。タタラステイテスでも名を馳せるカムラの里のハンターが武具の扱いを誤ったとあっては松代までの笑い草。武具で入り用となればすぐにここへ来い。武具の生産や加工についてはまた今度の機会でよかろう。あ、そうそう、狩猟の頼もしい味方お供たちとはこの先のお供広場で出会えますが、お供の雇用窓口の担当をしているのはハモンさんのお孫さん、イオリくんです。後で訪ねてみてはいかがでしょう。ふん、加工屋の家に生まれながらお供にべったりとは、なんとも軟弱な孫に育ったものよ。あらあら、お供のお世話だってとっても有意義なお仕事だと思いますよ。ではハモンさん、注文していた品物はできていますか。うむ、できている。後で弟子たちに運ばせておこう。次で最後ですよ。さて、お買い物は次で最後ですよ。天真爛漫、華麗なる看板娘、茶屋のよもぎちゃんのところへ参りましょう。そうそう、なんて読むんだ、かけり虫だっけ。かけり虫ゲージは画面下部にあるゲージです。早掛けや鉄柱主義だったかな、確かなど、かけり虫を使ったアクションを行うと消費します。操作情報のかけり虫アクションに詳しく記載されています。チュートリアル終了。予習はしてあるんですよ、予習は。よもぎさん、この人かな。おーいって呼んでる。あ、グッサンさんだ。聞いたよ、ハンターギルドに認められたんだよね。ハンター就任おめでとう。狩猟に出かける前はぜひぜひこの茶屋で特製うさ団子を召し上がれ。超絶ピミ、ほっぺたとろーり、めきめき元気になっちゃってきっと狩猟が楽ちんになるからね。本当によもぎちゃんのうさ団子は超絶ピミで、お仕事の最中でも食べる手が止まることはありません。うふふ、早く食べたくて震えが。大丈夫かこの人。おほん、それではよもぎちゃん、いつものうさ団子セットをくださいな。毎度あり、日の江さん、50本セットすぐ用意するね。50本食うな、見た目の割に。グスタンさん、お買い物にお付き合いくださってありがとうございました。カゲロウさんのところで買った道具とハモンさんのところで買った武具一式はアイテムボックスに届けられます。私からグッサンさんへ、ハンター就任のお祝いです。妹には内緒ですよ。これグッサンさんじゃなくてグッサンでいいかな。もうハンター登録が終わりましたら確認してみてくださいね。え、うさ団子。うさ団子は全部私のですよ。残念、こればっかりは差し上げられません。うふふ。そうだグッサン、せっかくだから何か武器を装備してよ。ハンター姿見てみたい。いかがでしょう。それは良い提案。では先ほど買った武器からとりあえず太刀はいかがでしょう。体験装備させてくれよ。かっちょいい。おお、かっちょいい。さすがグッサン、何でも似合っちゃうね。さて、勇ましさも増したことですし、この先にある集会所でハンター登録を済ませてくださいな。集会所にいらっしゃるギルドマネージャー五国様に認められれば、晴れてカムラの里のハンターとして狩猟を始めることができますよ。いってらっしゃいませ。私はここでうさ団子の出来上がりを待たねばなりませんので、それではどうぞ、いってらっしゃいませ。さあさあ、武器変えられっかな。あ、開けない。開けないのか。じゃあ先にギルドへ。移動。鉄かぶらだ。いいね。誰？
こちらで、五国様。お、やっとるか。おう、ぐっさん、遅かったで、ゲコね。待ちくたびれて退屈しとったゲコよ。聞いとると思うが、ここ集会所のギルドマネージャーは、この五国が担当することになったで、ゲコ。よろしゅう。ん？ギルドの登録はどうなるのか、どうなっとるのかって？そんなもんとっくの昔に終わっとるで、ゲコ。お主のことは赤ん坊の頃から知っとるで、ゲコ。今さら何かを試す必要ないで、ゲコよ。では、カムラの里のハンターよ。集会所の受付場であるミノトからクエストを受注して、いざ狩りへと赴くで、ゲコ。そうしたいのは山々なのですが、百竜夜行の件をギルドに報告せねばならず、作業が立て込んでおりまして、誠に申し訳ありませんが、さすがに日の絵お姉様のところへ行って、クエストの詳細を受けてください、クエストの説明を受けてくださいますか？おう、ぐっさん、俺のマナ弟子よ。話は聞いたぞ。ようやく名実ともにカムラの里のハンターになったんだね。君に狩猟を伝授した教官として直接お祝いの言葉を伝えたい。日野江さんのところへ行く前にちょっとこっちへ来てくれるかな。いや、自分から来いって。武器は、あ、変えられる。装備、装備の変更、立ちじゃなくて体験が好みです。体験ゲット。マイセットがなんかついてる。あ、チュートリアルか。マイセットの説明は分かってるから大丈夫。体験にし、日の打つし教官。マナ弟子よ、ハンター就任おめでとう。ついに努力が実ったね。俺も自分のことのように嬉しいよ。ところで君はアクションスライダーを使いこなせているかな？アクションスライダーというのは、さまざまなアクションをメニュー画面を開かずに実行できる便利な機能だ。せっかくだし練習してみよう。アクションスライダーでカメラを選択して俺を撮影してくれ。俺の写真が撮れたらまた話しかけてね。カメラ。オッケー。カメラが使えるんですね。ここで撮影。もうちょっといい位置で撮ればよかったな、寿司教官。うむ、よくできたね。アクションスライダーも使いこなせているし、これでいつでも狩猟に出ても安心だ。だけど、もしも武器の扱いについておさらいしたいのなら、修練場に行くことをお勧めするよ。修練場には、お供雇用窓口のいおりくんたちがいる。お供広場から船に乗って移動できる。いろんな武器が試し放題だし、技の確認もできる。狩猟の前の準備運動にはもってこいだぞ。さて、引き止めて悪かったね。それじゃあ日野江さんのところへ行っておいで。ハンターの心得。うん、これはいつも通りだね。ハンターノートもいつも通り。昔と変わってない。競技大会カウンター。別のことができるんだ。移動。BGM がいいよね。ガルグに登場。離れないで、離れないで。乗れた。移動早い。まあ、とりあえず後でだ。移動が早いな。とりあえず日野江さんに話しかけて。絶好の狩猟日和ですね。あら、ぐっさん、ハンターのご登録終わったようですね。ご苦労様でした。先ほど佐藤さんからあなた様の服作をお預かりしましたよ。お供とはまた違った形で狩猟の心強い味方との、お味方となるでしょう。服作とは、服作はカムラの里で親しまれている生物です。佐藤さんから譲り受けた服作はあなたのペットとなります。
アクションスライダーから福づくを呼ぶことであなたの腕に止まってくれます。福づくを腕に乗せている状態でマークが出ている場所に福づくを飛ばすことができます。飛ばした先で何か起こるかも。マルチプレイでは使用できません。また福づくを腕に乗せている状態で開くことができるペットメニューではメニューから服を選んで着せ替えしたり餌をあげたりすることもできます。餌やりをするとクエストクリアの期間後にお出迎えしてくれます。マルチプレイではお出迎えされません。ではお名前をつけてあげてくださいな。おお、かっこいい。名前何にしよう。ハヤテとハヤブサだから竜巻。さて、多忙な妹に代わってこの日の絵がクエストの基礎についてご説明いたしましょう。ハンターとなったあなた様は私やミノトが持っているクエストリストのクエストを解決していただきます。なお、クエストの中にはハンターズギルドが厳選したセレクトクエストがありまして、積極的に解決していけばハンターズギルドからの評価が上がるかもしれませんね。それでは最後に私とミノトが頑張って作った花結びを受け取ってください。花結び言えない。花結びを受け取ってくださいませ。ご存知かもしれませんが、花結びはこの里に自生するソウソウソウという草を編んで作ったお守りです。人玉鳥という環境生物が運ぶ花粉を集めることで様々な身体能力が向上します。大事になさってくださいね。花結びとはソウソウソウを編んで作った腕輪のお守りを花結びと呼びます。カムラの里では狩猟時などに所持されます。花結びは武器や防具のように一つ装備することができ、クエスト中に人玉鳥を集めると人玉鳥に付着していた花粉のかぐわしい香りが花結びを通して立ち込めてハンターの特典やステータスが上がります。花結びの装備変更はアイテムボックスの装備管理から行います。テントのアイテムボックスでも花結びの変更装備変更は行えます。狩りを有利にしたいときは人玉鳥を集めてみましょう。新しいのが出てきた。あら、グッサン、ミヌトの悪戦苦闘、そろそろ一段落したいはずですよ。では我ら受付嬢、改めてお仕事開始です。準備が整ったらこの日の映画集会場のミヌトに話しかけてくださいませ。おっと、オイラを忘れてもらっちゃ困るぞにゃ。グッサン、まずはハンター風人おめでとさんにゃ。もし集会場でクエストを受けるってんならこの郵便屋の千里から超重要な話があるぞにゃ。お仲間と彼に行くんならオイラがいなきゃ始まらんぞにゃ。必ず寄っていくぞにゃ。うふふ、それではグッサン、楽しい狩猟生活を送ってくださいませ。アップデート、一括で受け取る。何を受け取ったんだ。もうほとんどイベントクエストだったな、確か。確か装備もらってたよな。お、黒帯 S シリーズ。 S ってことは上位装備？装備変えてみよう。これで全部ダウンロード済みかな。 OK かな。 OK っぽい。話はないっぽい。装備変えよう。五石、あ、五石ももらったんだ。五石とは装備スキルをって、これは変わらないから大丈夫そうですね。重ね着装備。装備としての性能はなく装備中の防具の性能そのままに、見た目だけ重ね着装備の姿に変更できる防具です。重ね着装備の変更はアイテムボックスの重ね着装備の設定から行います。装備のマイセットと同じように重ね着内容を重ね着マイセットとして登録することができます。
重ね着は別に、こういうのだけ消しといて、装備管理、装備の変更、武器ももらえたのかな。もう武器がある。もう攻撃力めっちゃ上がるじゃん。これはいいね。装備、頭、うん、上位装備だ。おお、初期から66もある、強。これは装備すべきでしょう。見た目がダサい、まあ、それは仕方ない。墓石は何をつけようかな。体力回復アップレベル2、これかな。こんな感じでどうだろう。もうかっこよくはないな、まあ、最初はしょうがない。かっこいい装備が作れるようになるまで頑張ろう。さて、なんかクエストを受けてみるか。いいお天気ですね。あら、グッさん、こちら側でクエストを進めてみますか。ちょうど良いところでした。グッさん宛てのクエストが追加されていますよ。依頼主はうつし教官です。内容は狩猟ではなくクエストの基礎訓練ということです。うつしさんの教会らしい教官らしいことをしたいというたたらびのように熱いご要望に応えまして、クエストに追加いたしました。そうそう、これはくれぐれも内密にと言われていたのですが、このクエストには佐藤さんも一枚噛んでおられるご様子。言っちゃっていいの。お二人ともあなた様を立派なハンターにしようと心を砕いておいでなのですね。ふふ、日の絵は心が温かくなりました。さて、うつしさんのクエストは私がクエストリストから受注、私のクエストリストから受注できます。無事に受注できましたら、準備を抜かりなく備えて、あちらのクエスト出発口より狩りへとご出立くださいませ。それではクエストリストを開きますね。特別なクエストが追加されましたよ。これは長いので大丈夫でしょう。緊急クエスト、狩猟の基礎をおさらいしよう。うつし教官から与えられた課題をすべてこなす。おう、我が学びしよう。ハンターに重要なこと、それは初心を忘れないということだ。というわけで狩猟の基礎をおさらいするクエストを用意してみたよ。では大社跡で待っているぞ。大社跡で合ってる。じゃあ受注します。いってらっしゃいませ。まださすがにお団子はいらないよね。出発行きます。神話の御病も今は昔、獣の宝庫を三夜を揺るがす強化育成、お覚悟めされよ。行くか。やあ、マナ弟子。おう、我がマナ弟子よ。俺が用意したクレストを受けてくれたんだね。さあ、まずはこっちに来てくれ。ようこそ。うつし教官、神王が装備か。強いな、この人。ってことは元気が一番。ハンター就任おめでとう。いよいよ狩猟生活の始まりだね。しかし、ここであえて狩猟の基礎をおさらいしておこう。まずは俺たちがいるこのキャンプの説明をしよう。ここはテント。装備や武器の種類を変更したり、アイテムの整理ができるよ。もし今の装備に不安があるのなら、テントで準備を整えておこう。あそこにあるのが支給品ボックスだ。彼に役立つアイテムが入っているよ。ギルドからハンターに支給された品だから、自由に持って行って構わないからね。
キャンプの説明はこんなところかな。俺は先に崖の下の河原で待っているよ。もし行き先がわからなくなったらマップにあるアイコンを頼りに進むんだ。キャンプでできること、こんなことができるようになったのか。武器の変更できるのありがたいなぁ。いや、武器買えないけど。支給品ボックス。これはいつもと変わらない。マップ。白い現在地と罠などの設置物。あ、尻尾も表示してくれんだ。いいなぁ。ま、拡大もできるのね。環境生物。詳細マップ。はぁ。アイコンリスト。うん、よし。ダッシュ。支給品ボックスから。ハンターズギルドが狩猟に役立てられても、支給品ボックスに支給してくれることがあります。マルチプレイの時は仲間のハンターと分け合う心を忘れずに。そうやね。まあこの2つだけで大丈夫でしょう。走る。あ、滑った。お、採取。採取と採掘。草、幹、木の骨。あ、鉱石も取れるんだ。ピッケルいらないんだ。へぇー。薬草。調合。リストから調合。うん。あ、勝手に回復薬になった。おう。ゆっくり降りすぎかな。おお、たけき炎よ。こっちだ、マナ弟子。ここでは狩猟に欠かせないかけり虫を使った移動をおさらいしておこう。かけり虫を使いこなせばこんな岩の上にだってあっという間に移動できるんだ。さあ挑戦してみよう。お、長い。かけり虫。さっき出てたやつですね。時間経過で回復。あ、ここは読んどこう。ZL を押しながら X で上方向、A で前方向移動。壁走り。鉄柱主義。武器を抜刀中に ZL を押して X や A を押すことで発動。OK。早掛け情報。壁走り。壁に向かってダッシュを行うと壁走り。ああ、OK。やる気満々だね。すごいぞ、マナ弟子。かけり虫の扱いもバッチリだね。さあ、次は狩猟の頼れる仲間、お供との連携を確認するぞ。今日は俺の相棒であるお供アイルーとお供ガルグのデンゴーとライゴーが来てくれたんだ。今回の訓練の間、君に協力してくれるよ。まずはお供ガルグのライゴーに登場してみよう。ガルグに登場すれば移動が一気に楽になるぞ。よし。俺は向こうで待っているから追いかけておいで。ん、登場ができる。近くで A をさっき乗せたやつだな。アクションスライダーからでも行けるんだ。うん、これはよく確認しとかないと。スティックで移動、R でダッシュ、ZR でジャンプ、ドリフト、X で攻撃もできる。離脱ジャンプ。うん、アイテムも使えるんだね。
オッケー。やってみよう。いいか。乗った。おお、早い早い。ダッシュ。段差は？おお、超える勝手に。すげえ。つわものよ。見てくれ、マナ弟子。木人玉鳥がいるぞ。こいつに触れると、君が持っている狩猟のお守り、花結びに花粉が付着する。すると花粉の香りが花結びを通して立ち込めて、君のステータスを上げてくれるんだ。こいつは木人玉鳥だからスタミナを上げてくれるね。他の色の人玉鳥なら別のステータスを上げてくれるよ。効果はクエスト中だけになるけど、集める価値は十分にあると思うよ。積極的に探してみよう。よし。おう、向こうには一旦モンシロもいるね。あの蝶の花粉、鱗粉には一時的に防御力を上げる高能力があるよ、うん、こういった小型の生物たちを総称して環境生物と呼んでいるんだ。環境生物を活用できれば狩猟の幅も広がるよ、うんうん、まずはいろんな環境生物を探してどんな能力があるのか確かめていこう。さあ、あともう少しだ。ついておいで。環境生物はエリアに生息している小型の生物の総称です。環境生物の中にはハンターをクエスト中に永続的に強化してくれる永続強化生物やアイテムとして使用できる狩猟生物な領具生物など彼に有効活用できる生物が多く生息しており、中には普段なかなか見かけることがない生物もいるので様々な時間や場所で探してみてください。 OK。 触れる人玉鳥、スタミナめっちゃ増えた。あとこの蝶だっけ、防御力が上がった。これを採取できんのかな。どうすか。ねじれた骸骨。注目。どっち。いた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 。元気が一番。順調だね、マナ弟子。ガルグでの移動には慣れたかな。そいや、広いフィールドを移動するにはとても頼りになるお供だよね。しかも登場した状態で指示すればガルグが登場攻撃をしてくれるんだ。よし。ただやはりハンターの攻撃より威力は下がってしまうからね。モンスターを狩猟するときは基本的にガルグから降りた方がいいよ。おや、モンスターの気配が近いね。体力やスタミナは大丈夫かな。常に自分の状態を把握しておくんだよ。準備ができたらついてきてくれ。いよいよ狩猟開始だ。体力ゲージ、うん、知ってる。スタミナゲージも知ってる。人玉鳥を取得することで体力とスタミナの上限を上げられる。うん、 OK。降りるか。降りて、待っていたよ。イズチの群れだね。3頭すべて討伐しよう。小型のモンスターだからといって油断しないようにね。訓練の成果を発揮できれば何も問題ないはずだ。さあ、武器をしっかりと構えて確実に攻撃を当てていこう。何言ってんすか、こっちとら上位装備っすよ。負ける理由がない。外した。素晴らしい。さすが我がマナ弟子。三匹倒してない、倒してない。え、音も倒した。強いな音も、うん、おっと、剥ぎ取りを忘れないようにね。モンスターの素材を集めておけば加工屋に武器の強化なんかに伝えるよ。剥ぎ取りが終わったらこっちに来てくれ。どこで倒れた、一匹どこで倒れたよ。無駄にはせん。無駄にはせん。
槌な人類。もらっていく。ありがたく。ありがたく。遊撃の実、なんだそれ。竜爆弾の元となる素材。どっちだどっちだ、いた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 。スワモノよ。おお、さすが物弟子、見事な狩りだったよ。うんうん、もし自分で納得のいかないところがあったとしても大丈夫、君のハンター生活はこれからだからね。さあそろそろキャンプに戻ろうか。かなり遠くまで来てしまったからね。こんな時はファストトラベルだ。なんとキャンプまで一瞬で戻れるぞ。俺は先に戻って待っているよ。マップを開く。あれ？違う、長押し？で A でファストトラベル、メインキャンプ。このキャンプに移動しますか。はい。お、戻り玉効果だ。さて、で話せていいのかな。やる気満々だね。これでクエストは終了だよ。おめでとう、マナ弟子。この訓練を乗り換えたなら狩猟のおさらいはバッチリだね。うんうん、これで俺も心置きなくハンターになった君を送り出せるよ。よし、もしマンタ訓練を受けたくなったらいつでも日の江さんからこのクエストを受注してくれればいいからね。何度だって喜んで付き合うよ。いい人だな。しまいだ。しまいか。いい声だな。選んでよかった。乗るか。頼む。よしよし、我は惑わず。クエストクリアー、イエイ。生肉、生肉、これなんだ、携帯食料。生肉、生肉、モンスターの糞、これは便利。流撃の実、蜂蜜、蜂蜜は助かる。おお、カムラの里の守り、勲章か。うん、クエスト報酬は125ゼニ。グッサンよ、ウツシが用意したクエストを難なく突破したのは実に見事だ。ハンターたるもの初心を忘れてはならん。今回の訓練で学んだこと、しかと心に刻んでおけよ。さてこれで日の江から星1のクエストが受注できる。いよいよ狩猟生活本番だ。頑張れよ。頑張ります。よし。じゃあ一旦うちに戻りますか。話したい人がいっぱいいるのか。加工屋さん話しておこう。なんだ。モンスターの攻撃から身を己の身を守ってくれる防具。これが半端では狩猟などままならぬ。持っている防具を鍛えるなら防具強化だ。強化に必要な場合は鎧玉を持ってわしを訪ねるといい。ひとまずわしが持っている鎧玉をお主に授けよう。試しに防具を強化していくといい。分の用事ならここに来い。後で。とりあえず自宅に戻りましょう。移動。マルチプレイの時に自宅にアクセスすることでロビーホストのプレイヤーに自宅に入ることができます。またマルチプレイヤー中はロビーホストのプレイヤーのルームサービスで設定した BGM がロビーで再生されます。ロビーの BGM 設定なんてあるのか。自宅。あれ、ベッドがない。セーブどうすんだ。セーブどこ。メニュー、メニューどこだっけ。メニューこれか。あった、セーブ、セーブ、セーブ。セーブ完了。じゃあ今回はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。またよかったらご覧ください。